せーの、はい、皆さんこんばんは、ウケナです。はい、ということで今日はちょっと察しますか、皆さん察しますよね、これ今日は読売ランドに来ています。イエーイ。っていうのも、じゃあ説明してください、はい、なんで読売ランドにまた来たか。そうなんです、去年も同じ時期ぐらいに来てるんですけど、はい、その時に読売ランドのキャラクターのカチューシャをつけて回ってたんです。これね、人類初のそうなんですよ、カチューシャのこと知ってたっていうぐらいにみんなつけてるわけじゃないんですけど、その見てくれた人がね、結構買ってくれて、でなんか売り切れてとかすごいよね、マジで好評だったっていうことで、なんと今年また違うバージョンが出たらしいんです。そうっていうのを、その、うん、ここで働いてる人が DM くださって、ぜひ来てくださいってね、新しいの出たんでって言ってくれて、今日もだから爆食ツアーですよね。そうそう、あれがもう売り切れてたら終わりだから、お願いね。あった、あった。待って、これじゃあどんなのかはつけて登場しようか。そうだね、ありましたんで買ってきたいと思います。はい買ってきました。イエーイ。ということで今年はこちらです。なんか着ぐるみみたいなのが出ました。これが2200円、安くない？安いよ。でしかもさ、カチューシャの在庫増えてた、めっちゃ増えてた。うちらが去年見つけた時4個とかしかなかったと思うよ。本当にそう、感動、うちらのおかげやん。ね、うちもうね、今日まだ何も食べてないの。それはやばい。そう、だからめっちゃお腹空いてガチかましたよ今日は。じゃあ行こう。去年同様、ちょっと音がすごいな、ここ俺今ショーやってんすよ。じゃあ去年同様ね、これをつけてる人って少ないわけ、だからいないわけ、一概に。いない、去年もいなかったじゃん、でも、うん、いなかった。去年よりも目立つねん。よみうりランドジュエルミネーションをどうぞお楽しみください。あ、今後ろじゃない、今後ろじゃない。もちろんやんな。名前を知らないよね、これつけといて名前をさ一生知らないっていう。名前予想したい。確かに名前分かってないんだよな。読みらんでしょ、読みおくん。マジか、読みまくん。マジか。でもさ、マジで単純なんだよね。そうなんだと思う。はい、買ってきました。唐揚げとポップコーンシュリープ、クラムチャウダー、肉巻き棒とチーズハットグ、嬉しい。コーラ食べます。せーの、いただきます。すごい、うん、なんかちゃんとチーズドッグじゃない？うん、美味しい。なんかうちあんま夢見ても切ない気持ちに今年ならないかも。あ、ここも毎年さ、なるの、なんか今なってない。ね、なんで？なんでなんで、うちは結構なりたいタイプなの。うん、わかるかも。っていうか待って、んこれマギリオのストローじゃないよね。あれ、マギリオのストローか。あ、そうじゃない。あ、これ元々の線か。新生児だ、新生児。あ、なんだこれ、むずこのストロー、ごめんなさい、関係ないよこの話。勝ちで。好きな人が撮る写真の自分はいつもより可愛いとか見るじゃん。ね、あれさ、実感したことある？実感やんのよ。やったね。あったでしょ。ノーマルなのに漏れてんの。しかも太ったのに。太ったのに漏れてるみたいな感じだったの、その時。そうだよ。でも本当にそうなんだよね。本当にそうだと思った。無意識に相手の前だと可愛い角度とか、うん、表情とかが出るんだろうね。うん、だって普通にやっぱ笑顔が自然なのよ。うんうんうん、なんか笑顔が本当にキラキラしてた笑顔だったの。うんうん、言ったらお父さんに撮った、うん、イエーイみたいな写真なんだけど、うんうん、笑顔がやっぱね、弾けてた。やっぱうちの魅力って笑顔やん。そうよ。せやからやっぱその魅力が最大限出たっていう話やねんな、これは。え、次何食べる？次は、ラーメン系か。行きたい。あ、もう食べ終わったんだ、これ。そう。マジで早くてやめ。マジ食べるの早いんだよね、うち。だから、この間ね、誰と話してたんだろう、これ。食べるのが早いこと話してたんだけど。うん。そのさ、食べるの早い。あ、むくかも。多分うちだと思うよ。なんかね、お通しとか、あと旅館とかであるこの9つの小皿に乗ったお刺身やらなんやらみたいなものがすっごい苦手なの。あの、早すぎちゃって気まずいの、自分が。だってさ、こっちはお腹空かせてきてるわけやん、そこに。なのにさ、一番最初にこんな小鉢出されてさ、え、じゃあフライドポテト頼んだんですけどみたいな、それよりも先にこっちみたいなの小鉢もうバーって食べちゃうの。そうやって、でもさ、でも分かるもんじゃん。めっちゃ分かる。飲み物とかもわーって飲んじゃうし。分かる。全然飲み物2個とか一気に頼みたい派。うん。どうせあれなんで。分かる。分かるでしょ。最初の一杯はもう最初でなくなるもん。分かる分かる分かる。乾杯で、うんで。そうそう。だからもう頼ませてっていう。あの子の名前当てたいな。どの子の名前だ。読売のキャラクター、これ。あ、この子。ここにいたら多分この子だわ。この子。でもうち、バンデットがね、関係してくると思うんだ。え、ね、ほんと同じこと思ってた。マジで？うん。デッドくんとかね。来た？でもデッドってなんか、怖い言葉。あかん。あの、ちなみにワンデッドっていう乗り物があって、それに引っ張られてる？うちら。怖
んなんだったっけ。あのバンデットの子供版みたいな。あ、このキャラクターバージョン。そうそうそう、それに引っ張られてバンデットっぽくねとか言ってるだけかな。いや、でもありそう。飲み合ってるっぽいわ。いや、今日は巡りながら、うん、このヨミランちゃんたちの名前をどっかで見つけよう。調べるのはじゃあなしなんだ。なしにしてみよう、一旦。で、本当に最後まで分かんなかったら調べていい、うん、確かに、まあ、どっかには多分書いてあるはずだな。そうそうそう、そう、じゃあ完食したので、次のところに参ります。はい、チュロスを買いました。で、そのことはどうでもよくて、はい、あの、名前が分かるかもしれない。やばい、なんかボード、ボード系、あれ、いけないかな。え、これ絶対あるよ。このミュージックがさ、見せてあげて。ちょっと待って、日付教えてくれてありがとうね。これはこちゃん、こちゃん。ああ、まあ、アニマ記念ハッピーキーワードラリー、まあ、ありがとうね。キーワードありがとうね。いただきます。はい、うん、うん、なんかね、うまい。なんかね、でもうちはもうちょっと味濃いのが好み。あー、わかるわかる。やっぱ子供も安心な感じになってるわ。どういうことなの、子供の安心用でやってんだ。おい、だって砂糖、まあ、めっちゃ実は親が心配するでしょ、子供。なんか、今どうだった、今どんな感じだった。通り過ぎたカップルの偽物だった。なんで、うちら、うちらおもろすぎる。うちらおもろすぎるし、なんかかわいそうすぎる。なんかかわいそうすぎる。かわいそうになってきた。早く食べろし。なんかずっと待ってんねんけど、こっち。食べたらええやん、自分の。あ、いいの、いいんだよ。うちこういうの結構半々でやるタイプやねん。でもいいよ、エナビなんかチュロス好きでやってたから。やったときは胸張って、うちがじゃあ、いいな、8割ぐらい食べる勢いで。自信持った、うん、自信持ってた、うち。よかったね。わきまえて。見た目わきまえて。見た目これでこれやったらもうダメだから。人集まっちゃうから。じゃあ目の前になんか何やらあったかそうなお店がある。なんかあったかそうなあの店がある。あそこに行こうと思う。ほらね。次は、はい、うどんを頼んでみました。イエイ、美味しそう、マジで美味しそう。せーの、いただきます。美味しい、美味しい。このかまぼこがいいよね。うん、ねー。かまぼこいいのよ。あんま薄いかまぼこと。いただきます、そしてください。うん、一番汁飲みや。怖っ。弟と二人で出かけたりとかしないの？前ね、買い物とか行くことあったんだけど、うん、最近はあんまりないね。やっぱさ、うん、弟ってちょっと恥ずかしいかなとかも思うのよ。お姉ちゃんと買い物行ってきたとかってさ、ちょっとなんか気恥ずかしさとかあんのかなとか思って。あるかかもしんないじゃん、うん、でもね、インスタライブにコメントしてきたりしたのよ、この間ね。なんかね、そういたね、おめでとうってね。そう、あれ85万人だったかな、あの時、うんうん、ちょうどインスタライブやってて。だから弟も関わりたいのよ、うん、かもね、お姉ちゃんと。でもこういうのは絶対お姉ちゃんから行かないとダメだよ。やっぱそうか、うん、うん、この距離感が良さでもあったりするの、うちらも多分。あー、そのつかず離れずなんだけど、たまに実家帰った時は全然仲良くね、うんうん、どうなん最近みたいな感じで話すぐらいがちょうどいいのかなとも思うわけよ、うんうん、なんかママもそうなのよ。うちのママもさ、うんうん、なんか気恥ずかしいのかわかんないけど、うん、意外とグイグイではあるけど、うん、母としてのそこはあるか気恥ずかしいんだ。そう、例えば野菜冷凍して入れとくから行くねとか、うん、実家帰った時もトイレットペーパーあるの、いけないんだ、理由をつけて来ようとする、ね、なるほどね、かわいいね、それも。行きたい時に来ればいいんだろうけど、なんかそうはいかないみたいで。そっか、もうだからうち来年はちょっと家族タイム増やしたいと思ってる。そうだね、なんかあるよ、お出かけとかもっとしたいなみたいな、うん、旅行とかもね。そう、なんかよくね。そうなんだよ、年の差すぎやろ会話。そのコーナー食べ終わりましたんで、はい、もう1店舗ぐらい行って終わりにしたいと思います。そうだね、Let's go play.
やったことないこんなの。はい、じゃあ最後の晩餐を紹介したいと思います、はい、ハンバーグカレー、チョコケーキ、ベルギーさんね、うん、はい、ベルギーさんです今日は。で、これが、ま、あ、うち抹茶頼んだ、キャラメルラテ頼んだよね。あ、キャラメルって言ってたね。抹茶になってる。逆にすごいけどね、なんでそうなったんだろうっていう。抹茶が来てる。抹茶も候補にあったからいいか。うん、いいよ。それは何、京都さん。そう、京都さん、京都さん。じゃあココアです。それ何さん。ガーナさんです。ガーナさん、ガーナさんです。ガーナさんです。なんかね、前回と同じスケジュールになりました。そうだね。いただきます。なんかさ、JK 多いじゃん。で、カチューシャつけてる子多いわ。あー、いるね。今私3組ぐらい見てんだけど、うん、去年はいなかったよ。仲良くしようよ。仲良くしようぜ。瞬発的に言えばいいと思ってるから、ニュアンスとかもう何も気にせずじゃあもうウーロン茶頼めばよかった。飲む。うん、別にこれ向けのお金で食べさせてもらってね。いつもそうなんですよ。冬好き。おい、なんだよ。普通に答えてよ。え、冬好き。だからさ、あ、カットされてたっけこれ、うんうんうん、この話ね、ドライブではさちょっとしたけどさ、うん、また今回もカットされたらごめんけど。この前ごめんも取るカットだから。もちろんうちは夏が好きって言ってるじゃないですか。で、夏の好きと冬の好きはやっぱ違くって、夏の好きは結構構えてる好きなんですよ。夏が来るワクワクするっていう好きなんだけど、何しようどうしよう、何しようどうしよう。で、冬が来て改めて、あ、やっぱ私冬好きだなってなる好きなんですよ。じゃあ冬の好きなとこ言っていこう、うん、せーの。空気が綺麗、寒い、白い息が見える、あったかい服が着れる。でも分かる、分かるよね、うん、あとかじかむ手が可愛い。かじかむ手が可愛い、可愛いじゃん、なんかもう機能しない感じが。イルミが綺麗、人にくっつける。え、でも結構割とそうやねんか。割と好き。あ、人にね、くっつけるのがね、わ、うん、かるわかる、うん、あと、家にいていい。家にいて、OK、 鍋場で OK。 あ、そう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 、こたつで OK、 OK、 で、みかん、こたつにみかん、みかんが美味しい。あ、落ちてった。あ、結局この子の名前を。そうなの、そうなの。え、じゃあ調べちゃうよ。もう答え出そう。あ、わかった。ラッキーくんとかいう名前じゃない。あ、ラッキーちゃんかラッキーくんいるでしょ。え、なんで覚えたの。グッドデイっていうお店なの。ね、グッドデイじゃない、ラッキーちゃんだよ。それだ、だから今ピンときたんだ。そこから来たの、うちラッキーが。え、そうだ、グッド&ラッキーだ。すごい、すごいね。ということで、じゃあ2022年バージョンはこれにて終了ということでいいんですか。いいですよ。あ、あ、やばい、今日眉毛出ないと思ってさ、めっちゃ適当に描いたんだった。ゴリゴリ出てた、やばい、めっちゃごめんね、うちの相方の眉毛が汚くて。来年はもしできたらこういう感じのかぶる系で、こうマフラーみたいなやつあるじゃないですか。あるね。あれどうすか。あれいいよね。これまた新しいのが出たっていう情報が入りましたら、私たちもぜひ来させていただきますので、はい、どこどこにあるこのフード美味しいよみたいなのもあったら教えてもらいたいです、うんうん、じゃあこれ似合ってたよって思ってくれた人はチャンネル登録、高評価、コメントも何点さえよろしくお願いします。次の動画も見てね。せーの、おやすみ。何見てね。